週末スキーに行ってくる。あなたは来なくていいから。俺も行きたかったけど、あいにく出張だな。そう、ちょうどよかった。アイリと二人で行きたかったし。なんで俺だけ仲間外れにするんだよ。あなた昔骨折したじゃない。あれは今回はアイリにみっちり滑りを教えてあげたいの。でも運転とか危ないぞ。大丈夫、ツアーバスで行くから。ならいいけど、アイリー大丈夫かな。初めてだよな。もう小6なのよ。運動神経も私に似て抜群だし、すぐに滑れるようになる。でも珍しいな、アイリーと二人で遠出するなんて。そう？最近生意気で腹立つとか言ってたから。だからこそよ、女同士雪でも見ながら語り合えば、あの子も少しは素直になるかなって。そうか、君なりにいろいろと考えてるんだな。出張はどこ？九州だよ。鹿児島の下の方。ってことはかなり遠い？そうだな、移動だけで一日潰れるかも。そっか。なんでそんなことを聞くわけ？別に。ああ、道具とかウェアとかどうすんの？アイリの分ないよな。レンタルするわよ。どうせなら買ってやれば。もったいない、二度と使わないのに。どういう意味？別に、あの子飽き性だからさ。また行きたいって言うかもしれないだろ。じゃあその時に買えばいいんじゃない。まあそうだな。はあ、なんか心配だな、女二人でスキーだなんて。俺が次行ける時まで待てないか？いやだ、行きたいと思ったら即行動したい派なの。一人で付きっきりも大変だろ。君もゆっくり滑れないだろうし。いいの、これは私とあの子の思い出旅行なんだから。女同士ってそんなもんか。そうだよ、男の入る余地はなし。分かったよ、何かあればすぐに連絡してくれ。何かあっても遠いんだからすぐには戻れないでしょ。大丈夫よ、本当に心配性なんだから。怪我だけないようにな。うるさいわね、分かってるってば。頼んだぞ。俺はケイスケ、40歳の会社員です。娘のアイリは12歳になり、反抗期もあるのか、よく母親と衝突してるのを見かけます。この旅行が関係を改善するきっかけになれば嬉しいなと思っていました。妻も更年期というのは早すぎる年齢だとは思いますが、最近すごくイライラしていて、怒鳴り散らしてばかりの彼女を見ているのも辛かったというのが本音です。楽しかったよ。そう笑う二人の笑顔が見れると思っていたのに、事態は思わぬ方向へと向かうのでした。数日後。パパ、助けて。もうギブアップか。ちゃんと練習しないと上手くなれないぞ。違うの、ここがどこかわからないの。え？山の下なのかな、落ちちゃって。アイリ、落ち着くんだ。ママがきっと助けを呼びに行っているはずだ。ママに押されたの。その時にバイバイって言われた気がする。嘘だろ。ずっと待ってるけど誰も来ない。私ママに捨てられたんだよ。スキー場の名前わかるか？なんだっけな、カタカナだったけど。それじゃあ絞れない。あ、そうだ、 LINE で位置情報を送れるんだが、できるかな？左下のプラスマークを押したら位置情報ってのがあるから。あ、これかな。あ、届いたよ。場所は分かった、すぐに助けを呼ぶ。痛いところはないか？足が痛くて立てない。あと頭も痛い。暖かい服を着てるから大丈夫だろうけど、寝ちゃダメだよ。なんで？よく分かんないんだけど、そういうもんなんだ多分。分かった、起きてる。スキー場にはもう電話したからな。 LINE しながら？スピーカーで話したよ。そっか、しばらく話そう。充電ある？ 85%。 本当にママが押したの？うん、なんか細い山道のコースに行こうって言われて、怖いから嫌だって言ったんだけど、そうしなきゃうまくならないって怒り出して。なんで怒るんだよ。お金かかってるのに元が取れないとか、いつもみたいにブツブツ言い始めてさ。アイリも災難だったな。このまま夜も泊まるし、機嫌悪いの嫌だからついて行ったの。うん、
山道のコースって誰もいないんだね。なんか途中で怖くなって早く降りようよって言ったんだけど、ママが崖の下を見てウサギがいるって言ったの。まさか。私もウサギは見てみたいと思って覗き込んだら、背中を押されたんだよね。ありえない。ママって何度も叫んだけど、もういなかったの。多分すぐに逃げたんだと思う。辛かったな。そんなに愛梨のことが嫌いなんだね。違うよ。そんなわけないだろ。ママが産んだ子なんだから。普通突き飛ばさないよ。手が滑ったとか、危ないから支えようとして間違って押したとか、まだそういう可能性もある。私、わかるんだ。あれはわざとだったよ。私はいらない子なんだ。邪魔だったんだよ。生意気だから、可愛くないから山に捨てたんだよ。違う。アイリーはいい子だ。反抗期なのは成長する上で仕方のないこと。ママもパパも、親をたくさん困らせて大きくなったんだよ。でも、突き落とされてないでしょ。それは。私は特別悪い子なんだよ。パパはアイリーのことが、世界中の誰よりも大事だし、大好きだよ。100億円積まれたも譲れない宝物だ。500億なら？冗談言う元気は残ってるな。あ、誰か来たかも。あ、よかった。しっかり温めてもらえ。パパも出張切り上げてすぐ向かうけど、時間がかかる。スキー場の人の言うことをしっかり聞いてな。うん、反抗しない。ママのことは、今は気にするな。全部、パパがちゃんとやるから。うん。パパに LINE してよかった。冷静に判断したからだよ。よくできました。じゃあ、エアポッツ買って。調子乗んな。でも、無事でよかった。生きててくれて、ありがとうな。早く迎えに来てね。どう頑張っても明日になるかもしれないけど、なるべく急ぐから。パパ、ありがとう。数時間後。楽しんでる？アイリーはどう？アイリー？まだスキーに夢中よ。へえ、お前は滑ってないのか？私は休憩中。おばさんだから疲れちゃって。一人にするなよ、危ないだろ。大丈夫よ、ここから見えてるから。お前の目はどうなってんだ？は？何キロも離れてるのによくアイリーの姿が見えるな。何言ってるのよ。私はスキー場にいるんだけど。スキー場っていう名前のホテルでもあんのか？ちょっと待って、どういうこと？お前の使ってるイヤホン、俺のお下がりだよな。そうだけど。それ位置情報わかるんだよ。設定そのままにしてたの、忘れてた。最低。最低なのは誰だ。アーリーは崖の下で見つかったぞ。お前何をした？別に。アイリーは大怪我した。頭も強く打ってる。雪がクッションになったおかげで無事だったけど、運が悪ければどうなってたか。え？生きてるの？なんだそれ、都合が悪いみたいな言い方だな。違う、喜んでるのよ。なぜすぐに助けなかった？もうダメだと思ったから。普通の親ならすぐに助けを呼ぶよな。あの子自分で飛び降りたのよ。アイリーは押されたと言ってたぞ。話したの？すぐに俺に LINE をくれた。あ、スマホ。奪うの忘れたって。あ、違うわよ。疑うのやめてくれない？この状況で娘の安否も気にせずに怪しげなホテルにいるお前を疑わない奴がいるか。傷を癒してたの。娘を失ったと思ったから。あのさ、仮にもうダメだと思ったとしようか。うん。普通痛いくらいは確認するもんじゃないの。葬儀だってしなきゃならないのに、なんで逃げるって発想になるわけ？そうね。動揺してたみたい。すぐ戻るわ。今どこにいるの？お前には教えない。とどめを刺されても困るからな。そんなことするわけないじゃない。そうかな。アイリーの証言次第じゃお前は捕まるぞ。ちょっと、私がお腹痛めて産んだ子よ。だからなんだ、そんな事件は山ほどある。私をそこら辺の犯罪者と一緒にしないで。してないよ、そこら辺の犯罪者以下だ。待ってよ、誤解なの。一緒にいる男は誰だ？
一人だってば。スキー場の人に確認してもらった。お前がアイリーを置いて逃げた時間、男と腕を組んで駐車場に向かう姿が防犯カメラに映ってた。え？そいつは誰なんだよ。よくあるじゃない、バカン先で出会うとかそういうパターン。子連れで言ってんのに出会ってんじゃねえよ。まあなんていうか古い友人よ。認めないのか。何もないからね。わかった、じゃあ交換条件を出そう。何を？俺は娘を危険にさらすような女とはもうやっていけない。その男が好きなら一緒になればいい。慰謝料も養育費も請求しないし、警察にも突き出さない。いいの？約束する。そんなありがたい話はないけど、騙したりしない？親父の形見の時計をかけてもいい。わかった、信じる。で、交換条件って何？真実が知りたい。なんでこんなことをしたのか。アイリは傷ついてる。上辺だけで慰めても子供は気づくから。俺は真実を知った上で徹底して嘘をついてやりたいんだ。そういうことなら、どうしてこんなことをした？まあ反抗期で鬱陶しかったってのが一番かな。子供だぞ、まだ小6だ。自分だってそうだっただろ。私はあんなに生意気じゃないわよ。それだけか。あとはあなたと離婚した時に、万が一でも私についてくるって言われたら困るなと思った。そうか。あとはまあ少額だけど保険に入ってるし、いくらか出るかなって。だからわざとお前の意思でアイリの背中を押したんだな。うん、要は我が子が邪魔だったから消そうと思ったってことだよな。そうだね。私母親向いてなかったみたい。新しい彼は子供嫌いだし、考え方も似てるの。彼との時間楽しめよ、残りわずかなんだから。は？もうすぐ警察が来る。嘘つき！さっき約束したでしょ、お父さんの形見に誓うって言ったじゃない。親父なら分かってくれるよ。時計くらい犠牲にしていいから真実を聞き出してコテンパンにしてやれって言うさ。最低。それに約束を破るのはこれでおあいこだろ。私がいつ約束破ったのよ。結婚当初言ってたよな、絶対に浮気しないって。神に誓って約束するって。覚えてないわよ。言ったんだよ、俺はよく覚えてる。そんな昔の話。アイリは足を骨折してるらしい。俺も今移動中でまだ会えてない。不安でたまらないよ。でもお前は同じ親なのにのんきに男とホテルで楽しんでる。アイリの気持ちを考えるとどうしても許さない。さっきの打ち間違えたみたい。わざと押したんじゃなくて足元が滑って押しちゃったの。まだ言い訳するか。私もスキーで疲れてるから頭が回ってないのよ。逃げる頭はあるくせによく言うわ。お願い、これって結構やばい罪だよね。相当やばいな。私が捕まればあの子も傷つく。母親が犯罪者なんて恥ずかしくて学校に行けなくなると思う。さっきアイリと話したよ、ママが刑務所に行くことになってもいいかって。なんだかんだ言ってママっ子だから。悪いことをしたら捕まるのは当然だって言ってたぞ。学校だって平気だってさ。悪いことは何もしてないからって。アイリの方が人間できてるな。母親を見捨てるなんてひどい子だと思わない？お前がそれ言うのか。刑務所なんて無理、死んだ方がマシよ。じゃあ消えろよ、そんな根性もないくせに。彼と二人であの世に行くわ。断られるのがオチだ。断られた。当然だろ。ごめんなさい、アイリに謝りたい。謝る資格もない。お願いします、助けてください。助ける価値もありません。ではさようなら、刑務所ライフ楽しんでください。ケイスケ待って、いいママになるから助けてよ。後日談。優子は逮捕されました。ニュースにもなり、我が家と優子の実家にもマスコミが押し寄せ、引っ越しを余儀なくされました。裁判でも言い訳ばかりして反省の様子が見られず、懲役8年となったようです。
一生出てくんな。俺が法廷でそう叫んで裁判官が見逃してくれたのも、いつか笑い話になるといいな。義両親は泣いて謝り、娘の治療費として500万をくれようとしましたが、お断りしました。彼らは何もしてませんから。壮絶な数ヶ月が過ぎました。事情聴取や裁判など、愛理の心労もかなりのものだったと思います。でも、愛理は笑っています。パパと二人の生活も悪くないね。そう言って、得意料理のそうめんを茹でてくれます。本当は辛いでしょう。母親にあんなことをされたのですから。でも、その分優しい子に育つと信じています。俺がそう育ててみせる。俺の宝物は、今日も輝いてます。母さん、うちの娘を殴るなんて見損なったぞ。物騒なこと言わないで。私がそんなことすると思う？思うね。俺は子供の頃よくやられた。あれはあんたがどうしようもない悪ガキだったからよ。ギナの足や背中にあざができてる。昨日まではなかったのに。それが何なのよ。ギナに聞いたんだ。これ誰がパチンしたのって。そしたら、バーバって言った。まともに喋ることもできない2歳の言うことを真に受けないで。信頼して預けてたのに、ひどいじゃないか。じゃあ聞くけど、そんなことして私に何のメリットがあるの。嫁との仲が悪いから、当てつけのつもりなんだろう。ミクさんが一方的に私を嫌ってるだけでしょ。私は別に何とも思ってないわ。何も知らないとでも思ってんのか。そもそもミクは母さんを嫌ったりなんかしてない。どうかしらね。ミクに聞いたぞ。ねちねち嫌味を言ってることや、歩み寄ろうとしても拒絶されてるって。歩み寄られたことなんて一度もないけど。ミクなりに努力してるんだ。なんで分かってやらない。分かるも何も何とも思ってないもの。ディナに罪はないはずだ。なんで孫を攻撃するんだよ。あのね、2歳なんてそこら中ですっ転んだり、あちこちにぶつかったりするの。知らない間にあざができてても全然不思議じゃないのよ。女の子なんだぞ。ただの内出血でしょ。ほっときゃ治るわよ。大げさなんだから。もしまた同じことをしたら、身内とはいえ、さすがに警察呼ぶからな。親に向かってなんてこと言うの。私のことが信用できないなら、二度と預けたりするな。仕方ないだろ。俺もミクも残業で遅くなることがあるんだ。下代は高くつくし、頼らざるを得ないんだよ。お父さんも亡くなって、一人でのんびり老後を満喫できると思ったのに。孫の世話なんか押し付けられて迷惑してるのよ。その上、疑われるなんてたまったもんじゃないわ。どうしちゃったんだよ。昔から男勝りではあったけど、そんな冷たい人じゃなかったよな。あんたに私の何がわかるの。知ったような口聞くな。迷惑かもしれないけど、また頼むかもしれない。次は絶対に手を出さないでくれ。あんたも疑ってる人間によくもまた預けようと思うわね。どうしようもないんだよ。分かってくれよ。残業の時だけで構わない。年寄りをこき使うとろくなことにならないよ。信じてるよ母さん。まったく冗談じゃないわよ。翌日、ギナの件ではアキトさんがお母さんを疑ったと聞きました。本当にすみません。散々な言われようだったわよ。申し訳ございません。私はお母さんがやったなんてこれっぽっちも思っていませんから。ならいいんだけど。子供ですし、あざを作ることはよくありますので。でしょ。私もそうアキトに言ったのよ。ただちょっと不安なことがありまして。何？実はここだけの話にしてほしいんですが、私はリナを穴目に合わせたのは夫じゃないかと思ってるんです。え？それはないでしょ。私にあれだけ文句言ってきたのに。だからです。実の母親を疑うなんて不自然だと思いませんか。まあ確かに。それと思い当たる節もあって。何？アキトさんがリナをお風呂に入れている時、必ず泣き声が聞こえてくるんです。お水が嫌いだからじゃないの？私もそう思ってました。でもこの間隙間から覗いた時、沈めてたんです。は？目を疑いました。わざと脱衣所でもノートを立てたらすぐにやめたみたいですけど、それ以来お風呂は私が入れるようにしました。それが本当ならかなりまずいじゃない。あと土日もやたらと私を外に出したがります。美容室や買い物に行けってお金までくれるんです。それは優しさじゃないの？でも帰宅すると家の中は物が飛び散っていて、
ギナの髪の毛はボサボサなんです。たくさん遊んだからだと思いたいけど、あざは増えたり減ったりで、いつできたのかすらもう把握できなくなっています。そんなひどいことができることは思えないけど、これも親の欲目かしら。こんなことお母さんに言うか本当に迷いました。でもこれ以上リナが辛い目に遭うのは耐えられないんです。消化を抑えてないの？なかなかチャンスがなくて。正直しょっちゅう子守りを頼まれて迷惑してたけど、私だって孫は可愛いわ。はっきりしない状態で家にいても怖いでしょうから、ミクさんとリナちゃんでうちに来れば。いいんですか？構わないわ。それであざが減ればアキトの仕業ってことも証明できるし、リナちゃんも守れる。お母さんに相談してよかったです。もっと早く打ち明ければよかった。あなたが私から距離を置いてたんじゃない？とんでもないです。私はお母さんに嫌われてると思ってましたから。お互い誤解があったみたいね。私が至らないせいです。今まで嫌な思いをさせてすみませんでした。明日アキトの仕事中に荷物を運ぶようにしたら？そうですね、半休取って午前中にやります。今夜は気づかれないようにするのよ。わかりました。なんかドキドキします。私が守るから心配しないで。ありがとうございます。数日後。ミクとリナが来てないか？実家に帰るって言ってたんだけど、さっき電話したら帰ってきてないって言われたんだ。さあ、こんな時間なのに連絡が取れないんだよ。心当たりはないの？全くない。あなたが二人を追い詰めたんじゃないの？何言ってんだよ。ミクさんが言ってたわ。リナちゃんのあざはアキトの仕業だって。ふざけないでくれ。大事な娘にそんなことするわけないだろ。わかってるわよ、そんなこと。え？私の息子がそんなことするわけがないでしょ。最初から信じてたに決まってるじゃない。何が言いたいんだよ。じゃ誰がやったと思う？腹を痛めて産んだ子にあんなことする母親はいない。そうなれば残りは母さんしかいないよな。残念だけど通報するよ。警察ならもう呼んだ。消防も救急車も来てるわよ。は？何が起きてるんだよ。いえ、燃えちゃった。お父さんと頑張ってローン払ったのにな。冗談だろ。本当よ。何がどうなってるんだ、説明してくれよ。全部あの女がやったのよ。誰だよ。ミクに決まってるじゃない。え？リナちゃんをひどい目に遭わせたのもミク。この家に火をつけたのもあいつよ。嘘だろ。なんでそんなことするんだ。あいつは全てをアキトになすりつけようとした。夫が子供にあんなことをしていると主張すれば十分な離婚原因になるでしょ。でも俺はやってない。だから私に嘘を吹き込んで味方につけようとしたの。私は最初から信用してなかったけど、何かボロを出すんじゃないかと思ってうちにかくまうことにしたのよ。それで実家に帰ると嘘をついて母さんのところにいたのか。3日でボロを出したわ。夜中に男と会話しているところを聞いたの。なんで男って分かったんだよ。愛してるわダーリンなんて女友達に言う？言わないな。そのまま証拠だけ録音してあとは立ち去るだけだったんだけど、いつものあれが出ちゃったの。まさか。こいちゃった。父さんがよく怒ってたな、へこきババアって。そんな大事な時によく出るな。仕方ないでしょ、生理現象なんだから。もういいよ。それで？気づかれちゃったわよ。友達とのノリなんですとか言い訳してたけど、もうバレバレよ。そっか。私ずっとリナちゃんを預かってたでしょ。うん。ここ最近気になってたのよ。私がおばあちゃんですよって手を顔の前に持っていくと、リナちゃん必ずビクッとして震えてたの。そうなの？最初は偶然だと思った。でも私の大きな動きで必ず怖がるのを見て何かあるなって思ってた。あざだってとっくに気づいてたわ。そうだったんだ。でも中途半端に追い詰めたら何をするかわからないでしょ。だから慎重に行かなきゃと思ってたところであんたが騒ぎ出したのよ。だったら相談してくれよ。その時点ではあんたかミクの仕業かわからなかったもん。さっき信じてたって言ってたじゃねえか。まあいいじゃない。で家が燃えたってどういうこと？私に浮気相手との電話を聞かれたから邪魔になったのね。私とリナちゃんを消そうとしたのよ。信じられない。そこまでするか。
私もさすがにここまでするとは思わなかったし、油断してた。考え事してて眠れなかったから煙の匂いに気づいてニナちゃんを助け出せたけど、寝てたらと思うとゾッとするわね。で、ミクは逃げたんだな。母さんとリナは今どこに？一応救急車で病院に来たわ。少しだけどリナちゃんが煙を吸っちゃったみたいでね。でも大丈夫よ。よかった。俺ミクに LINE してみる。出てくれるかしら。餌をまくんだよ。まあ見てなって。母さんはしばらく黙ってて。母さんとリナが死んだ。え？でもこのトークルームってお母さんの名前があるよね。奇跡が起こって天国から返事が来ないかなって思ってさ、さっきから母さん母さんって呼びかけてたんだ。そんなわけないのにな。何があったの？火事だよ。リナも？嘘よ、信じられない。今どこにいるんだ？私は明日のリナのお弁当のおかずがないのに気づいて24時間営業のスーパーまで買い物に出てたの。そうか、運が良かったな。私さえ家にいればあの子から目を離さなかったら全部私のせいよ。ごめんなさい。はい、拍手。お芝居お疲れ様でした。え？ラッキーと思ってんだろ。何言ってるの、そんなわけないじゃない。我が子を失って喜ぶ親がどこにいるのよ。お前だよ。こんな時にふざけないで。お前のせいでリナと母さんは天国に。会いたいよ母さん、会いたいよ。化けてでもいいから出てきてくれよ。呼ばれて飛び出てジョ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 ーン。え？え？なんで？母さんだよー、ガチョーン。張り切りすぎ、そしてギャグが古すぎ。なんで生きてるの？逃げたから。自分だけ助かったんですか？リナだけ置いてくなんてひどい。よく言うわよ。本当だよな。誰が言ってんだよって話だ。どういうこと？リナも生きてるよ。母さんが助けてくれた。え？何かまずいことでもあるか？いや別に。お前なんだろう、リナにあざ作ったのは。違う、私じゃない、お母さんよ。あれ、私にはアキトが怪しいとか言ってなかったっけ？よく考えたらお母さんしかいません。認めろよ、浮気してんだろ。それで俺の遺跡で離婚したかったんだよな。違う、そこまで言うなら証拠出しなさいよ。ダーリンとの会話録音させてもらったわよ。あの時のデートなら消させましたよね。あの前日にも録音しておいたの。ついでにリナちゃんを叩いてる動画もね。え？年寄りは録音も動画も無理だと思ってたが、私のお友達に機械に強いおたきちゃんって子がいてね、何でも教えてくれるのよ。私動画編集でテロップくらいなら入れられるんだから。無駄なスキル。というわけでこの数日間で母さんは証拠を抑えてくれたわけだから。何は？離婚すればいいんでしょ。それで済むと思ってんの？重罪を犯したくせに。まさか家事が私の仕業だって言いたいの？さすがにそこまでするわけがないでしょ。うちの防犯カメラに燃え盛る家から一人で逃げていくあんたが映ってたのよ。は？データなんか残ってるわけ。あれ、もしかして全焼したと思ってたの？違うの。すぐに消防を呼んだから3分の1くらいで済んだわ。マジかよ。証拠も邪魔な人間も全部燃えて消えてしまうと思ってたんだな。家の修理代なら払えます。は？だから許してください。全部育児のストレスだったんです。ストレスで片付けられると思ってるわけ？生まれ変わります、いい妻母になります。やり直してください。お前みたいな危険な人間と暮らせるわけねえだろ。バカなことしたわね。しばらくは出てこれないわよ。リナちゃんだって犯罪者がママだなって本当にかわいそう。まったくだよ。お願いします、防犯カメラのデータ開けてください。もう警察に渡したわ。嘘。この後に及んで助かろうとするなよ。リナが大好きなママに叩かれてどれだけ悲しくて辛かったと思う。お前は塀の中でその現実と向き合ってこい。ごめんなさい。泣き声やわめき声がもう鬱陶しくて、一度やったら体がスッとして。抵抗できない人間を攻撃するのは人として一番最低な行為よ。分かってます、分かってますけど、どうにかなりませんか？刑務所なんて本当に無理です。俺もお前の顔を見るのは無理だ。消えろ。アキト、お願い捨てないで。同じ母親として
心底あんたを軽蔑するわ。目の前にいたら唾吐いてやりたいくらい。お母さん消えなさい。二度とその汚い面を見せるんじゃないよ。後日だ。大きなボストンバッグを持ったミクが逮捕されたそうです。本当に一人で逃げようとしてたんですね。恐ろしい嫁です。懲役5年の実刑になりました。短すぎる気もしますが、どうやらこんなものらしいです。ミクの実家はこれを機に絶縁、裁判も見に行かなかったようです。たまに刑務所から秋田とリナちゃん宛に手紙が届きますが、開封せずそのまま送り返しているようです。謝罪や後悔の気持ちすら誰にも受け取ってもらえない。こんな地獄があるでしょうか。戻ってきた手紙を見て絶望する姿が目に浮かびます。それでいい、十分に苦しめばいい、そう思います。ギナちゃんとアキトは我が家に住んでいます。修理ついでに少し増築したので、ニナちゃんも広々遊べるようになりました。この子たちが少しでも笑って過ごせるよう、私の残りの人生が役立つならそれで十分です。なんで息子を殴ったの？悪いことしたからおばとしてしつけてやっただけ。春は5歳よ、口で言えば伝わる。一体何があったのよ。牛乳こぼした。は？それだけ？私の服にかかったんだよ、ブチ切れるでしょう。吹き飛ばされて頭を打ってしばらく入院することになった。大げさすぎる。まだ子供がいないからわからないだろうけど、子供が点滴につながれてる姿を見るだけで胸が張り裂けそうな思いなの。へえ、ただの治療じゃん。今どこなの？怒られると思ったから逃げた。これは傷害よ、警察に言うから。妹を警察に突き出すの冗談でしょ。春に聞いたの、こういうことされたのは今日が初めてじゃないって。あのガキ、あんな小さな子に口止めしてたなんて何考えてんのよ。生意気なのよあいつ。自分が子育て失敗してるくせに私を責めないでもらえる？ あんたって子は、あんな生意気なガキになったのもお姉ちゃんがシングルマザーなのが原因なんじゃないの？仕方ないでしょ、夫が他界したんだから。なりたくてシングルになったわけじゃないのよ。だからって寄生虫みたいに実家に居座られても困るんだけど。別にあんたの家じゃないでしょ。それに私は生活費として毎月5万入れてるけど、あんたは1円も入れてないよね。なんで実家に金払わなきゃいけないんだよ。頭大丈夫？すぐに帰ってきなさい。警察に行くわよ。なんでよ、冗談じゃないんだけど。あんたがやったことは犯罪なの。おいっ子をしつけただけ。じゃあ警察でそう言いなさい。やだよ、ポリは大嫌いなの。いい加減真面目に生きてよ。27歳にもなって親のすねをかじってばかりで情けない。実家暮らしの出戻り寄生虫女には言われたくないね。帰ってこないなら警察があんたを探し出すまでよ。どうせ実家にいたって小言しか言われないし、出て行こうと思ってたからちょうどいいや。逃げるの？北に行こっかな、南にしようかな。新しい場所で幸せになるわ。毎日小遣いせびる人間がどっかに移住するお金なんか持ってるはずないよね。パパのタンス預金もらったよ。窃盗の罪も追加されたいわけ？身内の犯罪は罰則がないんだよ、知らなかった？お父さん悲しむよ。いくら取ったの？これ100万くらいあんのかな。すぐに返して。別にお姉ちゃんのお金じゃないでしょ。いずれ遺産としてお金が手に入るんだし、前金としてもらっただけよ。ほんとどうしようもない人間ね、あんたって。ああうるさいうるさい。これからは自由気ままに生きていこうっと。知らないわよ。私はアスミ、32歳の新ママです。夫を失い途方に暮れた私と息子を両親は温かく迎え入れてくれました。息子も両親に懐いており、パパを失った傷もだいぶ癒えてきた頃でしたが、妹のせいでまた息子を傷つけてしまいました。妹は本当に消えてしまったのです。携帯にかけても数日後には
現在使われておりませんとアナウンスが流れるだけ。警察も積極的に探してくれることもなく、父と母も心配はしていましたが、いい年だから放っておこうという結論に至り、3年の月日が流れました。そんなある日、見覚えのない人物からの LINE が。それはまさかの妹だったのです。3年後。あ、ひさー、静か、あんた今まで何してたの？地方で結婚したんだけどさ、妊娠中に旦那が浮気してブチギレて離婚しちゃった。子供できたの？そうなの、出産祝いちょうだいね。は？あんたその前になんか言うことないわけ？何が？3年間のことよ。まだ根に持ってんの？当たり前でしょ。姉ちゃんの息子を殴ったのは許してよ。何言ってんの？春は後遺症を抱えてすごく苦労してるのよ。そうなの？外傷性転換よ、たまに痙攣するの。でも生きてるんでしょ、じゃあ別に良くない？軽々しく言わないで。私も面倒見てあげるよ、今度から一緒に暮らす家族なんだから。まさか帰ってくるの？里帰り出産するからよろしく。は？まあ離婚しちゃったから里帰りとは言わないか。私も新ママになったから実家に住むことにした。私には散々帰省中ってバカにしたくせに。そんなこと言ったっけ？まあいいじゃん、お姉ちゃん子育て経験者だから頼りにしてるよ。私はあなたを許してない。罪も償わず反省もしてない奴の手伝いなんかしないから。ふわ、冷たい。メイカ、老いが生まれるんだよ、楽しみじゃないの？可愛い妹の子なら楽しみだったでしょうね。でも残念ながらそうじゃないの。ひっどい、マジでムカついた。お前ら親子追い出してやる。はい？いつまで実家に居座ってんだよ。私が帰ったらただじゃ置かない。つまみ出してやるから覚えてろ。できるものならどうぞ。妊婦だと思って舐めるなよ。好きにしなさい。相変わらずアホで安心したわ。絶対後悔させてやる。1週間後。なんでパパもママも電話に出ないのよ。家の電話も繋がらないし、駅まで迎えに来てもらおうと思ったのに。どこに行く気？実家に決まってんでしょ。そんなのとっくにないけど。実家がないとかバレバレの嘘つかないでよ。実家なら真っ平だよ。どういうこと？あんたの知ってる実家ならさらちだけど。は？あんたが春を病院送りにして後遺症が残ったと分かった時にお父さんが怒ってね。怒ったからってなんで家をさらちにすることになるのよ。どうせそのうちフラッと戻ってくるだろうから、その時に帰る家なんかないってことを思い知らせてやるって。ここまでする？私だって娘なんだよ。お父さんはそうは思ってないみたい。ひどい。大きなお腹抱えて実家も失ってどうしろって言うのよ。わからない。じゃあ今どこに住んでるの？新しくマンションを買ったの。今はお父さんとお母さんが住んでる。二人だけ？お姉ちゃんは？私は去年結婚して家を出たわ。再婚したの？誰と？春の担当医の先生。医者？すごいじゃん。じゃあお金あるよね。だったら何？アパート借りるにもお金がないのよ。ちょっと貸して。他人に貸すお金はないの。たった一人の妹なんだよ。それにアパートは借りる必要ないんじゃない？なんだよ、住むところは必要でしょ。衣食住付きの刑務所に入れるかもしれないじゃん。なんで私が？私の大事な息子に怪我させたじゃない。今は元気なんでしょ？言ったでしょ、後遺症があるって。仮に何もなくて元気だとしても絶対に許さない。なんでよ。何も悪いことしてないのに頭のおかしいおばに殴られて病院のベッドで不安な思いをさせたのよ。あの頃を思い出すだけで私は怒りがこみ上げてくる。もういいじゃん、しつこいんだよ。あ、そう。じゃあしつこい姉は去るわ。あ、嘘嘘、ちょっと待って。私は本当に家族に見捨てられたの？そうよ。誰もあんたに手を差し伸べない。旦那に浮気されて追い出されたかわいそうな妊婦なのに冷たすぎない？
私があんたの旦那さんから聞いた話とずいぶん違うね。は？なんで連絡取れるわけ？1年くらい前だったかな。知らない番号から電話があってね。出てみたら旦那さんだった。あいつ、私のスマホを勝手に見たんだ。静香は連絡を取りたがらなかったけど、結婚の挨拶だけはしておきたいって律儀に連絡をくれたのよ。余計なことを。でもこの間里帰りするとか言ってきた時に私から連絡させてもらったの。離婚するなら一応挨拶はしておこうかと思って。そしたらあんたが浮気して、そのお腹の子も自分の子じゃないって言うじゃない。びっくりしたわ。旦那の子よ。あいつが信じないだけ。 DNA 鑑定までしたそうじゃない。科学なんか当てにならない。あんたよりは信用できるけどね。慰謝料だなんだってうるさいから逃げてきたのに。まさかお姉ちゃんとあいつがつながってるなんて。海外挙式までしてマンションまで買ったのに全部台無しになったって電話口で泣いてたわよ。いい金づるを見つけたと思ったけど妙に勘が良くてさ、すぐバレちゃったんだ。人の気持ちをもてあそんで無事に済むと思ってるの？済まないから逃げてきたんでしょ。かくまってよ。知らない。今後は一切ノータッチで行かせてもらうから。そんなに怒らないでさ、仲直りしようよ。仲直りというものは関係性がある人同士がするものよ。私たちは無関係の他人なの。ひどいよ。まずはお父さんに盗んだお金返しなさい。なんで？あるわけないじゃん。それをしないと一生話すら聞いてもらえないよ。私は温情でこうやって LINE してあげてるけど、本当ならブロックしたいくらいよ。警察とか出産とか慰謝料とか、もういろいろ言われすぎて頭の中がぐちゃぐちゃなの。一個ずつクリアにしなさい。全部あんたがやらかしたことよ。もう30過ぎてるんでしょ。しっかりしろ。やだよ。産前産後は実家で楽できると思ってたのに。楽なお産も楽な子育てもない。甘ったれるな。こんなことなら妊娠なんかしなきゃよかった。子供だけは愛してあげて。姉として最後の頼みよ。お姉ちゃん見捨てないでよ。まずは我が子を愛してみなさい。そしたらその子があなたを愛してくれる。いずれ家族を思うってことが分かるようになる。その時は状況が変わってるかもしれないよ。今私から言えることはそれだけ。全然意味が分かんない。そのうち分かる。出産頑張れ。めっちゃ痛いから。うわーやだよ。後日談。その後行く当てのない静香は仕方なく警察署へ駆け込んだそう。裁判の結果、実刑は免れたものの有罪判決となりました。3年間おとなしくしていれば刑務所に入ることはないようです。出産後半年ですぐに保育園に預けて真面目に働き始めたとのこと。浮気の慰謝料と父への返済分、そして息子への慰謝料も払ってくれています。当面の生活のために借金もしたので総額は500万くらいでしょうか。シングルにとってはかなり痛いマイナスですが、ここを乗り越えないとあの子は変わらないと思います。子供が生まれたことで意識が変わったのでしょう。その子を守るために、大事な家族に再び会えるように静かなりにもがいているのかもしれません。どうやっても許すことはできませんが、努力は認めてあげてもいいかなと思ってます。息子の転換も治療のおかげで良くなってきています。弟ができたおかげか、すっかりお兄ちゃんになりました。またつーちゃんのこと泣かしたのかよ。いい加減シュートメイビリはやめろよ。泣きたいのはお母さんじゃなくて私よ。楓さんが言うこと聞かないって泣きながら電話してきたんだぞ。あのさ、そのお母さんを名前呼びするのもやめてくれない？なんで？つーちゃんはつーちゃんじゃん。もうやめて。っていうかいびられてるのはこっちだからね。つーちゃんがそんなことするわけないだろ。優しくて心が美しいんだぞ。はあ？アポなしで家に来て冷蔵庫あさって作り置き全部捨てる人のどこが心優しいのよ。それは俺がまずい料理を食べないように阻止してくれたんだ。私の料理がまずいってこと？ああそうだ。
大体お前の料理は毎回薄いんだよ。スーちゃんを見習え。お母さんの調味料ドバドバご飯よりよっぽど体にいいわよ。ゴミ食わされるこっちの身にもなれよ。あ、そうだ、今度つーちゃんに料理習ってこい。それについては毎日家に呼ばれてるわ。料理教えてやるだの、部屋の片付けしに来いだの、この前なんてトイレに入ったらトイレットペーパーがないって電話で呼びつけられたのよ。そんなのはいって言って行くのが嫁の務めだ。その後毎回1時間以上正座で説教タイムよ。私だって暇じゃないの。つーちゃんはお前のために時間を割いて話してくれてんだよ、ありがたく思え。ちょっと動いただけで正座でしびれた足に蹴り入れてくるのよ。お前が動くからだろ。そんなの小学生ども分かることだ、このポンコツ。もういい、あなたに話したのが間違いだった。それより書斎に見慣れない真新しい鍵があったんだけど、あれ何？仕事が忙しくなるから会社近くに部屋借りたんだ。へえ。なんだよ、文句あるのか？別に、やけに動揺するなって思って。いきなり話変えてくるからびっくりしただけだ。それにしても2本の鍵のうち1本は随分と可愛いデザインが印刷されてるのね。ピンクのハート柄流行ってるの？今キャンペーンかなんかで合鍵にはデザインしてくれるらしいんだよ。そうなんだ。じゃあ私がその可愛い方を持っててもいいってこと？いやこれは会社に置いておく用だよ。なくした時会社にあった方が都合がいいし。あ、そう。今度暇を見つけてお前用にも作っておくよ。ありがとう。でも部屋借りるほど忙しいなんて珍しいわね。今やってるプロジェクトがかなり手こずってて残業しないと間に合わないんだよ。へえ、そうなんだ。大変だね。なんだよ、さっきからそのわざとらしい返事。別に、 LINE だからそう感じるだけじゃない？でもあの残業嫌いのおじさんがよく許したわね。まあな、このプロジェクトは会社の未来がかかってるからな。ってことで早速今日はそこに泊まるよ。はいはい、ハメ外しすぎないようにね。どういう意味だよ。お前こそつーちゃんに迷惑かけんじゃねえぞ、ポンコツ嫁が。うーわー、確実に浮気しているな。ずっと疑ってはいたけど今回は完全に黒。皆さんもそう思いませんか？私は楓、31歳、ウェブデザイナーとして在宅で仕事をしています。夫のゆうやは36歳、私の叔父の会社の開発部で働いていて、本人曰く部署のエースなんだとか。私の両親は5年前事故で帰らぬ人となり、そのすぐ後夫と出会いました。叔父に用事があり会社に行く際道に迷った私を助けてくれたのがゆうやです。あの時は白馬の王子様に出会ったと思ったのに、今じゃ馬糞まみれの汚い男にしか見えません。しかも義母は嫁いびりを生きがいとする人。私たちの結婚後すぐに義父が病気で他界し、その後すぐに嫌がらせが始まりました。最初は寂しいのだろうと耐えていましたが、そろそろ私も我慢の限界です。ここら辺で私のターン。2人を地獄の底へ誘いましょう。2日後、10時半にお友達が来るから今すぐケーキを買ってきて。お母さんまたですか？いつも早めに行ってくださいって言ってるのに。仕方ないでしょう、急遽集まることになったんだから。わかりました、お母さん御用達の一休堂のショートケーキでいいですよね？ええ、あなたもようやく私の好みが分かってきたわね。はい、毎日正座でコンコンとお話しいただいてるので嫌でも好みを覚えました。それはよかったわ。それとそろそろ私のことお母さんって呼ぶのやめてくれない？字面が嫌いなの。わかりました、では椿さんと呼ぶように努力します。頼むわよ。それと昨日あなたの家に行った時タンスに派手な下着があったけど、浮気でもしてるの？するわけないじゃないですか、私はゆうやさん一筋です。ならいいけど、私は浮気が心の底から大嫌いなの。汚らわしくて生理的に受け付けない。重々承知しています。そう、じゃああの下着は捨てていいわよね。あんなの着てたら浮気しかねないわ。
はい。それと派手なアクセサリーも全部捨てておきました。ゆうやちゃんはもっと清楚なものが好きなの。まさか鍵がついたアクセサリーケースに入ってたものですか？そうよ。あんな派手なピアスとネックレス、あなたに似合いません。あれは父と母の形見なんです。私のためにと二人が一から作った大切なものなのに。あなたはもううちの嫁でしょ。この世にいない両親なんて忘れてしまいなさい。そんな。何？文句でもあるの？いえ、そうですよね。忘れます。今日はやけに聞き分けがいいのね。なんか調子狂うわ。やっぱり私にとって椿さんが今のお母さんなので、きちんと言うことを聞きます。あら、そう。あなたも意外と可愛いところあるじゃない。そうだわ、ケーキを買ったら一緒に食べましょう。いいんですか？もちろんよ。せっかくならご飯も食べていきなさいよ。え、すごく嬉しいです。ぜひご一緒させてください。そうだ、椿さんに折り入って相談があります。なあに、何でも言いなさい。今月末ゆうやさんの誕生日なのでお祝いをしたくて、サプライズで椿さんや親戚の方に来てほしいんです。それとうちの叔父も。あら、大賛成よ。あなたたちのマンションじゃ手狭でしょ。だったら我が家でしたらいいわ。いえ、実はゆうやさん今お仕事が忙しくて、会社近くにアパートを借りてるんです。誕生日の日もそっちに帰ると思うので、そこでドッキリサプライズをしたいんですよ。なるほど。具体的にはどうするの？まずゆうやさんが帰る前に、私とお母さん、椿さんで料理を用意します。いいわね、腕を振るわなきゃ。料理ができたら皆さんでクラッカーを持って待機してください。私が外でゆうやさんの帰りを隠れて待ちます。あなたはクラッカー鳴らさなくていいの？私より椿さんがいた方が喜ぶと思います。ええ、それもそうね。ゆうやちゃん私のこと大好きだから。それでゆうやさんが家に入るとき、来ましたと連絡するので、部屋の扉を開けたところでサプライズと言ってクラッカーを鳴らしてください。まあ、なんだかワクワクするわね。きっと仕事で忙しいゆうやさんの疲れも吹き飛ぶと思います。楽しみだわ。くれぐれも他言無用ですよ。わかってるわよ。ああ、今からドキドキしちゃう。きっとゆうやさん泣いて喜びますね。そうね。楓さん、今までごめんなさいね。あなたがこんなにゆうやちゃんを思ってくれてたなんて。嬉しいわ。もちろんです。ゆうやさんは私の大切な旦那様ですから、無下になんてするわけないじゃないですか。あなたなら変わってくれると信じていたわ。もうすぐ10時半ですね。そろそろお家に着きます。さすが、仕事が早いわ。じゃあ待ってるわね。誕生日当日。おい、どういうことだよ。なんでつーちゃんがあの部屋にいるんだ？しかも父さんや社長まで。サプライズ、誕生日おめでとう。何がどうなってんだよ。今日はゆうやの誕生日でしょ。だからみんながお祝いしに来たの。それより、彼女さん置いてどこ行っちゃったの？ちょっとびっくりしちゃって、外の空気吸ってるんだ。そう、私も今部屋の中なんだけど、可愛い彼女さん怯えてガタガタ震えてるわよ。早く戻ってきたら。彼女はただの部下なんだよ。何でもないから返してやってくれ。あなたの浮気相手をやすやすと返すわけないでしょ。浮気？何のことだ？この状況下でしらばっくれるの？いい度胸ね。お前何か勘違いしてるよ。彼女は俺の直属の部下で、今は仕事を教えてるんだ。そういう典型的な言い訳はいらない。もう調べはついてるの。そうだ、ここからはこの人にも聞いてもらおうかしら。ゆうやちゃん、一体どういうこと？あの下品そうな女は誰？椿さん、それについては今から説明します。つーちゃん、これは違うんだよ。楓が勘違いしてるだけで。ちょっと黙ってて。お相手は同じ会社の経理部、安藤桃香、24歳、交際期間は8ヶ月くらいかしら。違う、彼女とは仕事の関係しかない。仕事ってピンクのキラキラネオンのホテルであんなことやこんなことするの？
ゆうやちゃん、まさかあの女と浮気していたの？すーちゃん、俺は浮気なんて汚らわしいことしない。そうよね。え、じゃあ楓さんの間違い？いいえ、こちらには証拠写真があります。あ、椿さんはすぐ隣の部屋にいるので今から見せますね。ま、待て、どんな写真だ？そんなのつーちゃんに見せないでくれ。なんで？だっていいと思ってしてたことでしょ。せめてどんな写真なのか教えてくれ。ありゃ椿さん、写真見た瞬間トイレに駆け込んじゃった。最悪だ。さすがにアパートのベランダでちょめちょめしている写真や車の中でイチャコラしている音声は刺激が強すぎたわね。そんなの見せたのか？だって椿さん、息子が可愛くて信じてくれないんだもん。なあ、これはちょっとした気の迷いで本気じゃなかったんだ。二人で結婚式場の見学まで行ったのに本気じゃなかったっていうの？そんなことまで知ってるのか。残業って嘘ついて二人のアイノスを借りて新婚ごっこしてたの？安藤さんがどうしてもって言うから。へえ、式場見学はあなたの方がノリノリだったって探偵さんから聞いたわよ。あの場にいたのか？ええ、あなたのことだからテンション上がって本性を出すと思って尾行をお願いしたの。ふざけんなよ、人のことつけ回して気持ち悪い。は？気持ち悪いのはこっちのセリフ。クソ浮気野郎なんてゴミ以下よ。そこまで言わなくてもいいだろう。いいえ、浮気する男はこの世に存在してはいけません。汚らわしい汚物よ。つーちゃん、なんでそんなこと言うんだよ。俺はずっと可愛い息子なんだろ。椿さんは浮気がこの世で一番嫌いだからね。私の両親も浮気ばかりする人で、お付き合いする人もみんな亡き夫だけよ、浮気しなかったのは。だから可愛い息子でも浮気だけは許せないの。椿さんも大変でしたね。つーちゃん、ごめん。謝る相手は私じゃない、楓さんでしょ。ごめんなさい、俺が全て悪かった。彼女は返してあげてほしい。ここまで来ても彼女を守るのね。そういうわけじゃないんだ。本当に俺たちは遊びで、彼女も反省してると思うから。彼女は今別件で叔父が話を聞いてるわ。デート代を会社のお金で賄ったことについてね。なぜそれを？バレないと思ったの？おめでたい頭ね。あなたたちがしたのは横領罪よ。ちょっと借りただけで返すつもりだったんだ。だから。会社のお金を使うことを友達にちょっと借りたみたいに言わないで。別にそういうつもりじゃ。この件についてはそれ相応の罰があると思うわ。楓、本当にすまなかった。この通りだ、許してください。横領について？それとも浮気について？どっちも。本当に俺はなんてことをしてしまったんだ。許してほしい。もう一度俺にチャンスをください。直接頭も下げに来ないで何言ってるの。楓さん、許さなくていいから、こんな横領までした浮気男捨ててしまいなさい。椿さん、ありがとうございます。私は楓さんのお母さんだもの、味方するのは当然よ。ゆうや、あなたはもう息子なんかじゃありません。私は楓さんと養子縁組を組んで彼女を娘に迎えるわ。それはお断りします。なんで？確かにゆうやさんのことは許せません。でも椿さんがした嫁いびりで私は傷つきました。あれはいびったわけじゃなくて、嫁としての心得を教えただけで。それなら両親の形見まで捨てることないですよね。椿さんには感謝していることもあります。同時に許せないこともあるんです。あの人が亡くなって少し寂しかっただけなのよ。本当にごめんなさい。ゆうやとは離婚します。椿さんとも養子縁組するつもりはありませんので、あしからず。楓、本当に反省してるんだ、許してくれよ。今後あなたを大切にするわ、嫌なこともしない。だから楓さん、一緒に暮らしましょう。私一人は嫌なの。だったら浮気息子さんと一緒に暮らしてください。いやよ、ゴキブリと住んだ方がマシだわ。そうですか、ではそうしてください。ゆうやには慰謝料、椿さんには捨てたものの請求をします。後日弁護士から連絡いきますので、お二人ともさようなら。
待ってくれ、謝るからやり直そう。愛してるんだよ。ヒューヤは黙らっしゃい。お願いだから私だけでも許して、見捨てないで。後日談。その後無事離婚が成立。元夫には浮気の慰謝料200万と、相手の女性には150万、義母の椿さんには捨てられたアクセサリーや下着の弁償代として38万円を請求しました。元夫と浮気相手の横領については、悪事を断固として許さない正義感の強い叔父が容赦なく警察に通報し逮捕されることに。ニュース報道で全国的に浮気で横領した男女と顔写真付きで報道されていました。刑務所から出たら二人とも返済地獄になるでしょうね。椿さんとは今も LINE だけはしています。彼女のことは許せませんが、一人になってしまった彼女を放っておけませんでした。少し甘かったですかね。私は在宅でできる仕事なので、元夫や椿さんにもわからない遠い地で新しい生活をしています。当面は仕事が恋人になりそうです。私のウェディングドレスがない。ああ、それなら志保に貸した。誰それ？俺の元カノ。はい。なんかたまたま来月結婚するらしくてさ、でお前のドレスの写真送ったらすげえ気に入ったみたい。だから貸した。なんで？志保が着たいって言うから。アホなの？別にいいじゃん、貸したら生地が減るのか。そういう問題じゃない。一生に一度の日だから、お気に入りのドレスが着たくて私が買ったのよ。ケチケチすんなよ、俺らの式は3ヶ月後なんだから。てかなんで元カノと連絡取ってんのよ。私には元彼の話すらするなとか、男友達との付き合いも制限するくせに。俺はやましい気持ちないもん。私だってない。志保から直接 LINE させるから、それでいいか。話したくもないんだけど。無断で借りたから怒ってるんだろう。司法から許可取らせるから、それでいいよな。許可の問題じゃない。私が私のために買ったの。なんで他の人が着た後のものを私が着なきゃいけないのよ。ドレスって普通はレンタルだよな。ってことはみんな誰かが着たものを着てるってことだろ。それと何が違うんだよ。式場には憧れのデザイナーさんのドレスがなかったの。私は昔からこの人のドレスを着るっていう夢があったのよ。ぶっちゃけ俺からしたらどのドレスも一緒だけどな。全部白だし、形も似たり寄ったりだしさ。一生に一度しか着れないのよ。そこをこだわって何が悪いの？だから3ヶ月後には着れるじゃん。誰かの後は嫌なの。クリーニングも出すって言ってたけど。そういう問題じゃない。なんで分かってくれないの？全然わからないね。むしろそんなに細かいこと言うような女だったかってがっかりしてるわ。私が悪いっていうの？志保が喜んでるのに取り上げるなんて俺にはできないね。お前が直接言えよ。なんで私が？貸したもの返せなんて言えるわけねえじゃん。じゃあ後で志保から連絡させるから、あなたが取り返してきて。やだよ。数分後。さやかちゃん、よかった、 LINE 繋がれて。ドレスのお礼直接言いたかったんだ。私貸したつもりないんだけど。え、でも高則が貸してくれたから。それ私が買ったの。そうなんだ。返してよ。そんなことより高則ってすごく甘えん坊で大変じゃない？今そんな話してないんだけど。私の時って靴下履かせたりとか、体まで洗ってあげてたけど、今もそんな感じ？自分のことは自分でしてもらってる。やだ、高則かわいそう。少しくらい甘えさせてあげたらいいのに。ほっといてもらえるかな。じゃあ、あれの回数は週に何回くらい？そんなこと、あなたに言う必要ある？私の時週6日だったの。もう毎晩ヘトヘトだったけど、愛されてるって感じはしてたな。ねえ、私ドレスの話がしたいんだけど。あれの時って高則すごく優しいよね。今でもたまに思い出しちゃう。あなた
気持ち悪いよ。なんで？夫婦になるんでしょ？大事なことじゃん。私のドレス返して。これほんと可愛いよね。写真撮ったの見てくれる？着たの？そりゃ着るでしょ、借りたんだから。この汚い縫い跡は何？ああ、少しサイズが大きかったから自分で仮縫いしたの。は？何勝手なことしてくれてんのよ。後でほどくんだから別にいいじゃん。それが人のものを借りる態度？非常識すぎるんだけど。こっちから言わせてもらえばケチすぎるんだけど。はい。高典もかわいそうだよね。こんなに心が狭くて器がおちょこくらいしかない女と結婚するなんて。あなたにだけは言われたくない。なんでこのドレスの存在を私が知ったと思う？高典が写真送ったからでしょ。そうなの。これ志保の方が似合うよなって言ったのよ。え？ああ、知らなかった？何それ。ドレスだって似合う人が着た方が喜ぶと思わない？でもそれは私が買ったものよ。今時ドレス買うとかちょっと感覚が古すぎない？関係ないでしょ。だいたい式が終わったらこんなものどうする気よ。妹に貸したりリメイクしたり、娘ができたら着せたり、いろいろ考えてるの。ダッサ、押し付けられる妹さんもまだ見ぬ娘もかわいそうだわ。何が悲しくてデブのお下がりを着なきゃならないのよ。なんであなたにそこまでバカにされなきゃならないの？教えてあげてるの。あなたがあまりにも変だから。ほっといて。一度しか使い道のないドレスを私が最大限有効活用してあげようって言ってるんでしょ。感謝こそされても文句言われる筋合いなんてないと思うんだけど。勝手にサイズまで変えて謝罪の一言すらないとはね。ちょっと待ってよ。それってデブなあなたが悪いんじゃないの？ウエスト周りブカブカすぎて妊婦用かと思っちゃったし。もういい。そうそう、私たち式場も同じなんだよ。そうなの？高典と共通の知り合いも多いし、あなたが私のドレスを借りたって話になったらごめんね。最悪。1ヶ月後。昨日志保の結婚式行ってきた。やっぱお前より志保の方がドレス似合ってたわ。そう。俺らも2ヶ月後だなって思ったらちょっと緊張してきたな。式場はキャンセルして。は？何言ってんの。もう招待状も送ったんだぞ。あなたと結婚はしない。まだドレスのことで拗ねてんの？それだけじゃない。じゃあなんだよ。結婚キャンセルするようなこと何かしたか？心当たりないわけ？ないね。じゃあ志保さんにも心当たりがないか聞いてみようか。なんで？何？昨日結婚式だったから疲れてるのよ。志保聞いてくれよ。こいつが結婚式キャンセルするって言い出したんだよ。まだドレスのことで拗ねてんの？しつこい女だろ。おいさやか、ドレスはちゃんと返してもらうから泣いてんじゃねえよ。泣いてねえわ、むしろすがすがしいわ。なんだよそれ。お前もドレスもその女にくれてやるよ。え？何言ってるの。私は結婚したのよ。高典をもらっても困るんだけど。そうだぞ、志保には旦那さんがいるんだ。よく言うわ。今までずーっと二人で浮気してたくせに。何の根拠があってそういうこと言うの。最初にあなたと LINE した時何か違和感があった。元カノのマウントだけじゃなくて嫌な感じがしたから調べさせてもらったの。探偵つけたの？そうよ。この1ヶ月ドレスのことも一切口に出さずあなたたちを泳がせたの。優雅に楽しそうに泳いでたよね。嘘だろ。私の勘は当たってた。志保さんの私に対する敵意は過去形じゃなくて現在進行形としか思えなかったのよ。この女、まさか3日に1度のペースで会ってるなんてね。ねえねえ、キラキラネオンのホテルで3時間も何してるの？違うの、結婚式の相談とかそういう話してただけよ。そうなんだ。
だったら旦那さんに言っても全然大丈夫だよね。旦那さん素敵な人ね。お医者さんなんだって？あんたまさか？開業の予定もあるそうで、これからがますます楽しみだよね。お願いやめて。人の結婚をぶち壊しておいて自分だけ幸せになるつもり？そんなことが許されると本気で思ってる？俺からも頼む。ここだけの話にしてほしい。私のドレスを返してという頼みをあんたら二人は嘲笑い非難し無視したよね。あれは自分の頼みだけ聞けってのはあまりにも都合良すぎませんこと？いくら？は？いくらで黙るかって聞いてんのよ。お金くれるの？仕方ないでしょ。それで黙るなら払うわよ。5兆円。現実的な金額を言いなさい。だから5兆だってば。これ以下は1兆たりとも負けない。ふざけやがって。払えない？じゃあ新婚の旦那さんに言うしかないね。やめてくれ。俺まで慰謝料請求される。でしょうね。むしろそうなってほしくてやってるからね。どうせお前も請求するんだろ。全部でいくらになるんだよ。全部で400万くらいじゃない？そんなに？私も？あんたはドレスの代金も弁償してもらう。は？あんたさっきくれてやるって言ってたじゃない。ただでとは言ってない。私と取引しない？ほう、条件を聞こうか。このまま私が結婚生活を続けることができれば、医者の夫の安定した収入を得ることができる。それで慰謝料とドレス代を払えるわ。どう？却下。なんでよ！あんたらまだ気づかないの？私の目的は金じゃない。だったら請求するな。金を請求することで貯金を失って絶望する高則の顔が見たいの。それから散々私をバカにしたこの女の断末魔の叫びを聞けたら最高ね。趣味悪い。新婚生活たったの1日で終わっちゃったね。かわいそう。このあんま、うちの旦那が許してくれるかもしれないじゃない。残念でした。許さないそうです。え？私の弁護士がさっき証拠を持って病院に伺って伝言を預かってきたそうよ。何？さっさと出て行け。だって。そんな、タワマンに住めないなんて絶対に嫌！さやか、俺と志保の人生をめちゃくちゃにして楽しいか？はい、楽しいです。お前みたいな奴は絶対に幸せになれないぞ。そうよ、自分がしたことは必ず自分に返ってくるんだから。誰が言ってんだよ。志保、こうなったらお前のことは俺が支える。は？あんたみたいな中途半端なサラリーマンとか絶対に無理なんだけど。じゃあなんで俺と？体の相性が良かっただけよ。医者の旦那はイマイチだったから。それだけ？浮気にそれ以上もそれ以下もある？マジかよ。ウケる。最高の結末。てめえ、結婚式が中止になったこと、親族や友達への連絡、忘れないようにね。私はもう2週間前に済ませたから。は？式場のキャンセルもよろしく。 40% くらいは取られるみたいよ。まだ金がいるのかよ。志保さん、あのドレス捨てた方がいいかもね。世界で一番縁起の悪いドレスになっちゃったから。くそ。あー、すっきりした。ほんと、こんなクズと結婚しなくてよかったわ。ドレス盗んでくれてありがとね。この女ほんとムカつく。あんたも相当だけどな。後日談。志保はその日のうちに引っ越しトラックを呼ばれ追い出されたそうです。旦那さん潔癖だったそうで、しばらくは嘔吐が止まらず診療にも影響が出たため慰謝料を上乗せして請求したとか。私も高則に200万、志保にはドレス代を合わせた300万を請求しました。高則はキャンセル料と慰謝料で、手持ちのお金はすっからかん。志保は実家にお金を借りて払ってくれました。医者の妻としてセレブ生活を送るはずだった志保はただの無職となり、今は出会い系で男を漁り、
小銭をむしり取る生活をしているらしいです。ダッサ。私は貴則と別れたことで運気が良くなったのか、今ちょっとしたモテ期が来てます。焦らず慌てず誠実な人を見つけたいなと思います。